こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日はきゅうりの手入れをしたいと思います。きゅうりはもう皆さんはかなり収穫が始まって後期に近づいている方もおいでるかもしれませんが、私は遅巻きのきゅうりを今やっとこれぐらい1m50ぐらいに伸びました。収穫がそんなにたくさんではないですが、ぼつぼつと家庭で食べるぐらいは収穫できています。今日の手入れは先日大雨が降りまして、畝にマルチを着せてないので土が流れました。雨で追肥も兼ねて土着せをしたいと思います。そして土着せした後に暑さ対策に茅や足など足元に麦わらでも稲わらでもいいですが、足元に草マルチをしていこうかなと思っています。マルチをしてませんので土が乾きやすいし、水分の保持とそれから草も生えにくいし、暑さの対策にもなるかなと思っています。もうかなりの収穫ができている皆さんの中でも、これからもっときゅうりを収穫したいなと思われる方は、私がやるような追肥をしたり土着せをしたりすると、上に何かを着せると収穫ももっともっと続けてできるんではないかと思います。追肥を今日は土着せも含めてやるがやけど、そうじゃなくて液肥の追肥、その収穫そう、ね、週途中にしていくやん、それはどんなに収穫、液肥の追肥は一番簡単で、粒とか粉とかを畝にやるとどうしても土と混ぜなくてはならないので、そうなるときゅうりは浅根ですので根を傷めたりすることもありますので、液肥だと上に水に溶かしてかけるだけですので、自然に土に沈んでいきますので、染み込んだ養分がきゅうりに吸収されます。粉とか粒だともっと日持ちがするんですが、効果が長く続くんですけど、液肥の場合は効きは早いですけど切れるのも早いので、水代わりに薄め薄めをたびたびやるという形になります。内容はどんな感じ。内容はアミビタ類が入るときゅうりも美味しくなるので、アミノ酸や、あ、そう、アミノ酸アミノ酸系の肥料が入るといろんなお野菜も美味しくなりますので、私はアミビタゴールドかソイルファイン、それと夏場はやはり窒素分が行き過ぎると病気が来やすいですので、薄めのエムリン PK を混ぜて液肥でやっています。それはエムリン PK、 液肥の元、液肥の元、もう簡単に使えるので、エムリン PK が今品切れで売ってないということであれば、液肥の元だと売ってると思いますので、それをお水で溶いて薄めてかけると本当に手軽にかけることができますのでいいかなと思っています。何倍ぐらいですか。1000倍から1500倍。アミビタゴールドとかソイルサプリエキスは1000倍ぐらい。エムリン PK は1000倍から1500倍、ちょっとエムリン PK の方を薄めにしてます。でも混ぜた方が気が元気に育ちますので、はい、ではキュウリを見ていただきましょうか。私はこの足元の葉っぱをちょっと古くなった分は風通しよくするために切っています。切ることによって足元がすっきりしますので、このようにして風通しをよくしています。そして脇芽が出るんですが、脇芽を伸ばしてもいいんですけど、つるが茂りすぎて病気になりやすいですので、下から出る脇芽は1本か2本残して摘んでいます。そしてきゅうりをここで取ろうかなと思って、見えるかな、もったいない木、本当は本職はここでのけるんですけど、私もったいないので、まあ 1,2 本は取ろうかなと。脇芽を摘んで、ここが脇芽になりますが、これを 1,2 本残すことでキュウリが2本ぐらい収穫できるのでよくのことをしています。まあこの古い葉っぱをもうのけることで足元がすっきりしますので、いつも足元だけはすっきりしようかなとのけています。雨でこの表面の土がかなり流れていますので、ここに肥料を入れてますので、その分を一緒に土着せしようかなと思っています。足元まずすっきりするために古い葉っぱをのけてます。この点々なっちゅうか、これは病気ではない。病気やろね。弱ってきるってこと。
うん、そんなに強くない病気やけど、古くなったらどうしてもこんなん出るわ。出れば早めにそれ切った方が病気に移らんというの？そうそうそう、混合性こんなになったらしてないんで、足元すっきりした方が風通しもいいですし、のけます。風通し、風通しってよう言うやん、うん、野菜作るときに、うん、それがあったらやっぱりうどんこ病とか病気が来にくいってこと？そう、下から病気になりやすいけどね、上からいきなり病気になることはまず少ない。でむせる木、そういうふうな病気が蔓延しやすいってこと？そう、だから足元をこんなに古いののけて、うん、すっきり風通しよくするときゅうりも過ごしやすいと思います。ここ見てもらったらいいけど、このように雨で表面の土が流れて根が見えてますので、今日は土木せをしようと思ってます。下の方はほら泥跳ねとかもあるやん、うん、そんなも病気の原因にもなるわ。そうそうそう、そういうこと。はい、終わりました。それではこれでよいせ土木せをします。だいぶすっきりしたね。足元すっきりしたら土木せもしやすいよ。こちらに白ネギを植えようと思っています。石倉一本太ネギをここに植える予定で、土作りをかなりソイルファインとぼかしと米ぬかとくんたんを入れて耕して、その後何回か耕していますし、その土をちょっと薄く土木せしていくと多少の養分も入ると思いますので、きゅうりも生き生きしてくるんではないかと思います。きゅうり浅根ですので、そんなに土をたくさんかけなくても大丈夫だとは思いますが、少しずつかけていこうと思います。先ほどちょっと雨が降ったので、ちょっと土がベタついてはいますが、ほらほら、これって除蓮の方がいいかな。もうね、スパスパ抜けてしまう。何でしょう、はい、この今土切りしてるやつは、うん、まだうちのキュウリは根がそこまでいってないの？いや、それがね、うん、昨日耕したらほら根切っちゅうがよ、だいぶここまで切っちゅう、この辺ぐらいまで。あ、ほいたらあんまり触らん方が弱い。うん、もう大丈夫、先っちゃき。例えばほら、先よったもうだいぶ収穫しちゅう人らはね、うん、根を傷めるかは困るやん、うん、あんまり際をだからせん方がいいと思う。根を見ながらやった方がいい、うん、ちょっと離れて。ほら、ここらでちょっと根が切れちゅうのがあるやろ、見える？わからん？わかるろ、うん、ちょっと早もここまで切ちゅう、早いね。この白いだよ。そう、これなんかキュウリの根よ。あ、それもそうだ、ね、ほら、あ、結構根折るね。うん、思ったより長く伸びちゃった。まだここまで来んやろうと思った。やっぱり結構収穫したリシューフィトラーはだいぶ離れた所がマスコットよね、土は。うん、もう土いじらん方がええかもしれん。ええ、うん、これは伸びちゅうもん。反対側にもこのように土木せをしました。
こちらも昨日米ぬかとそれからソイルファインと混ぜて耕してありますので、その分をかけるようにしました。ちょっとぼかしがまだ間に合わないので、この上に草マルチとしてカヤを着せていこうかなと思っています。カヤをかけることによって暑さ対策にもなりますし、雨が降っても土が流れないし乾燥しにくいです。草マルチをすることによって土が、だから水分の保持ができやすいと思いますので、今からカヤを着せていきます。カヤが結構長かったですが、長い分がこのように着せていきます。暑いように見えるけどね、乾いたら好き好きな。ちょっとカヤが終わりましたので、次はヨシを敷きます。はい、終わりました。草マルチをすることによってこのあと雨が降っても土が流れることもないし、お天気が続いても乾燥の防止には多少なりともできると思います。まだまだ収穫をされたいという方は、根が伸びてる範囲のところでの土を掘るのは良くないですが、ちょっと離れて根がまだ行ってないところの土を着せれば、このような形でキュウリの根元の保護にはなるんではないかと思っています。肥料分も補われましたので、さらにもっともっと収穫が続いていくんではないかと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ。脇芽を伸ばしてもいいんですけど、つるが茂りすぎて病気になりやすいですので、下から出る脇芽は1本か2本残して摘んでいます。ちょっと土がベタついてはいますが、これって常連の方がいいかな。スパスパ抜けてしまう。ほら、ここらでちょっと根が切れちゅうのがあるやろ。この白いがやろ。そう、これなんかキュウリの根よ。ここが脇芽になりますが、これを 1,2 本残すことでキュウリが2本ぐらい収穫できるので、よくなことをしています。